クレレバーと申します。今日はですね、最初オープンマイクっていうお話だったんで軽い気持ちでですね、うちの会一緒にやろうよっていう感じでやってきたら、こんな素晴らしいステージでこんな素晴らしい PA さんもいて驚いてます。どうぞ。はじめまして、カノと申します。いつもウクレレマンにくっついて、私はもう聞く方が専門で、まーちゃんのおかげでいろんな素敵なミュージシャンの方の演奏を聞くことができて非常に楽しかったんですけど、音楽今までやったことなくて、でもなぜか始めたのがこの竹笛なんですけども、これインドのバンスリーっていう竹笛でして、なぜかインド古典音楽を始めてしまったんですけども、ちょっと初めてコラボでやらせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ最初の曲はですね、その前に我々はですね、もともと神奈川の方に住んでまして、十何年前にこの御前崎の海が大好きでですね、引っ越しました。で、この御前崎の海をですね、イメージしながら、ボサノバのウェーブっていうですね、曲を弾きたいと思います。
ました。どうもありがとうございます。では次はですね、もうちょっと近づいた方がいいかもね。次はハワイ、ウクレレですからハワイアンの曲をですね、一曲いきたいと思います。とても綺麗なですね、国立公園の中にある赤かホールって赤かの滝っていうですね、ここあります。もうこれフラダンスでもですね、有名な曲です。では、赤かホールです。はい、ありがとうございます。コラボは2曲です。もっといっぱい練習したらもっとですね、コラボできると思います。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ではですね、ありがとうございました。最後に、ウクレレバーの、曲をお送りします。そうですね、まだ時間ありますかね。ありますか。じゃあ、サンバの曲をですね、いきたいと思います。サンバでサンバローレっていうですね。
ました。ではもう一曲でやらせてください。この後飲み会がありますんで。いや、一曲ですね。第三の男というですね、ビールのコマーシャルに疲れた曲です。あの後皆さんと一緒に飲みましょうということで、いきます。